ってる。ひどい。ダンバーさんは？フィオル、見に行け。うん。来た、ライン。来るなら来い。ぶっ壊してやるぜ。見ろよ、ぶっ壊してやったぜ。いや違う、一時的に動きを止めただけだ。すぐに動き出すよ。ダンバーさんは？お兄ちゃんいないの、どこにも。なんだって、まさかダンバーあの体で。ライン、研究棟へ行こう。あそこなら。研究棟？そうか、あそこにはモナドがある。うん、モナドならこいつらを倒せるはず。騎士兵ども、我々が防衛するコロニーで好き勝手を任せんぞ。みんな総員、ここから一歩も退けない。逃げるな。逃げる奴は俺の首。なんだこいつ、騎士兵のくせに顔がついてやがる。俺を笑ってやがるのか。こいつまるで答えないのか。隊長、みんな、鬼神兵め、絶対許さねえ。これじゃ地下のモナドは。まだだ、まだ何か手が。ライン、フィオル、まだ自走砲が残ってる。そうか、あれならさっき取ってきたエーテルシリンダーを注入すれば動かせる。自走砲なら居住区ね。ああ、行こうぜシルク、フィオル。大将たちの仇取ってやる。シルク、後ろにも。ライン、こうなったら二人で突破口を開くしかないよね。みたいだな。フィオル、鬼神兵の列に穴が開いたら君は先に行くんだ。二人だけでなんて無茶よ。私も戦うわ。行くんだ、僕たちもすぐ後を追う。でもこの町は、俺たちホームスは1年前の戦いでダンバンたちに守ってもらったようなもんだ。今度は俺たちが守る番だぜ。そういうこと。シルク、ライン、そんな顔するなって。こんな奴ら俺がちゃちゃっと片付ける。シルクに怪我もさせねえ。信じる。行くんだフィオル。ライン。うん。ラインを死なないで。どうよ、今度は信用されたな、俺。みたいだね。だいぶきついね。お前、もともとこういうことに向いてないもんな。下がってていいぞ、あとは俺が片付ける。息も絶え絶えで、説得力ないよ。だよな。え？
ライン後ろ。逃げろシェルク。できないって。このモナド。待たせたな、二人とも。ダンバーさん。すげえ、モナドだ。そうか、あの時家にいなかったのはこれを。見えてきたぜ、希望。うん。ん？到来。さすがダンバー、鬼神兵どもはあっという間だぜ。シュルク、ピオルンはどうした？居住区へ、すぐに追いましょう。これじゃ外から回るしかないぜ。よし、商業区から一気に切り抜けるぞ。はい。以上モナドを使うのは無茶でもやらねばならん時はある。いいえ、やっぱり無茶です。シュルク。だからだから僕がやります。待て、シュルク！お前には無理だ！シュルク！これは…ということだ。まさかシルクがモナドを。今のは来るぞ、シルク。ライン。ライン、ダンバーさん。背中は任せとけ。シルク、体は何ともないのか。ええ、それよりさっきから変なんです。先のことが、少し先の未来が目の前に見えるような。これもモナドの力なんですか？未来が見えるだって、そんなバカな。本当なのか、シュルク。はい。そうか、以前ディクソンの言っていたモナドの隠された力、もしかしたらそれが。今は何も考えるな。モナドが見せたものを信じて戦え。こけ落としたぜ。そうさ、モナドの力があれば。ああ、モナドが効かない。おい、どうなってるんだよ。
なぜだ、鬼神兵ならいともたやすく立てたモナドが。なんだあの光の筋は。他の鬼神兵にはあんなものはない。まさかあの光の筋がモナドで切れないことに関係してるのか。シュルク、ライン、サラメ。ここは俺が引き受ける。無茶だ、あんただってもう。みんな今のうちに逃げて。フィオルン、今の光景は。フィオルン、来るな。これ以上好きにはさせないわ。この町は、コロニーナインは私たちが守る。逃げるんだフィオル、逃げるんだ。フィオル、気持ちいいね、風。うん、忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。シュルク、いっつもラインといるんだもん。
騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。よう。あれからダンバンに会ったか。うん。俺はまだ無理そうだ。強いなお前。そんなことないよ。逆に慰められてきた。そっか。そういう人だもんなダンバンは。うん。モナドがなくたってあの人は強い。あの、シュルクか。体、なんともないか。はい。僕は、大丈夫です。それより、あの、俺は、泣くつもりはない。え？一年前、俺は、今日と同じくらい深い喪失感を味わった。体験の警告での決戦ですね。あの戦いで、たくさんの仲間たちが帰らなかった。動けない体でここへ運ばれてくるまでの間、あいつらのことばかり考えてたよ。だが、泣かないと決めた。あの決戦で死んでいった彼らには守りたいものがあったんだ。家族や恋人や故郷、それらを守って戦ったんだ。そして勝利した。どんなに辛くても悔しくても悲しむことはない、そう思うことにしたのさ。ダンバンさん。シュルク、フィオルンは後悔していないはずだ。あいつは俺たちを、いや、お前を守りたかったんだ。そしてお前は生きている。だから俺は泣かない。はい。フィオルンがくれた命、そう思って大切に生きていってくれ。頼む。まだ分かったとは言えません。でも分かりたいと思います。それでいい。俺もずっと分かろうとしている途中だ。フィオルンがくれた命を大切にか。やっぱりあの人は強いな。僕は決めたよ。え？命の使い道、あの顔のついた鬼神兵を追う。シュルク、あいつらがこのコロニーを焼いてフィオルンを、僕は必ず見つけ出す。見つけ出して必ず倒す、あいつらを。笑うとこ。悪い、おかしくってさ。まさか先に言われると思ってなかったぜ。ラインも？ああ、同じこと言おうと思ってたんだ。意外だよ。説教されると思った？命を大切に使うってそういうことじゃないとか。そうそう、そんな感じ。絶対そう来ると思ってた。頭の中に二人の僕がいるんだ。一人はそう言ってる。ダンバンさんの言葉をちゃんと聞けって。もう一人は？あいつらを許すな、あいつらをやっつけろってずっと怒鳴り続けてる。それもこっちの方がずっと声が大きいみたいだ。そりゃきっとシルクの中に住み着いた俺なんじゃないか。納得。道理で声でかいわけだ。だろ。いつ出発する？もちろん今だな。行くか。うん。死に急
この傷が癒えたら必ず必ず追いついてみせる。そして共に掴もうぜ未来を。ライン、あの黒いやつを追うのはいいけど、何か手がかりはないかな。まずはコロニー6へ行ってみねえか。コロニー6か。ここ以外に唯一残っているホムスのコロニーだね。あそこは奴らの拠点があるって噂の大剣の渓谷とここコロニー9の間にある。大剣の渓谷から奴らが来てるってのならコロニー6の人たちが何か見てるかもしれないぜ。そうか、コロニー6なら黒い顔つきに関しての手がかりが得られるかもしれない。マグメルドの遺跡を抜けてテフラ洞窟を登れば巨神の膝に出るはずだよね。ああ、膝に出ればコロニー6まではすぐだろう。そうだね、行こうか、コロニー6へ。